新ドマウェイクボードでのこの隅田川ご覧いただきましょう。今こと通りましボートが通過、そしてその後にはしっかりと新ドマ、さあ新ドマはここから絞って入ったこの辺だ。2丁目に在住です。はい、ここからです、ここから。さあ、ここから新駒またまた花からと2丁目代表、元日本代表の新駒が、はい、この波を捉えた。おお、すごいな。ちょっと体の回転というかひねりも入ってたように思うんですけどもね。さあ、これぞまさしく元日本代表、すごい花川と2丁目にこの人は住んでいたんです。あれだけのスピードからバッといくと体への衝撃も結構、そうですね、水流式も含めて強いでしょうね、周り切らずにね、船とか